石油元売り大手の出光興産は新たに電気自動車の事業に参入し来年にも超小型電気自動車を販売する方針を明らかにしました出光興産が販売を検討するのは4人乗りの超小型電気自動車です最高速度は時速60キロメートル走行距離は120キロメートル前後を想定しています 電気自動車などの開発を手掛けてきた企業と共同で会社を設立し、10月に車両を発表した上で、来年にも1台150万円以下で販売を始めたい考えです。子どもと一緒に電動自転車に乗る人や免許返納を検討している高齢者など、潜在的な需要は年間100万台と想定しています。